東京工業大学行ってみたいと思います。今日の長文は段落は15個、設問形式はこんな感じでございます。で皆さん、英作文は他の動画で対策できますので、今日は皆さんこの色のついたところを全部行ってみたいと思います。ということで頑張っていきましょう。さあ皆さん、一読をお願いいたします。さあ皆さん、内容一問題の全体像でございます。この後一つずついきますね。さあ皆さん、段落前半でいけるかと思います。まず皆さん A ですが、この辺りが書いていないですね。で皆さん B ですが、スターディーロボッツ、頑丈なロボット、その話はないですね。で皆さん続いて C ですが、この辺り心理的実験とかエンパシーですね、感情もしくはモラル道徳ですね、この辺りと C 見比べていただけるとよろしいかと思います。もちろん C が正解ですね。この辺りエモーショナルな話をしておりますので、間違いなく心理とか感情と言い換え可能ですね。で残った選択肢ですが、 D はこの辺りが書いていないですね。で皆さん、 E もビッグデータの話がないですね。ということで、先ほどの C が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。皆さん、注釈一箇所だけついておりますので、一読をお願いいたします。皆さん、段落前半でですね、こちら1番が検討できるかと思いますので、お願いいたします。皆さん、文末、レプリケイティング、一応この辺に書いてはいるんですが、特に選択肢にあるように否定はされていませんので、1番×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落です。さあ皆さん、こちらがですね、本文と合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、ディスクリミネート、差別の話は合致しそうですね。さあ皆さん、このあたりは言い換えが可能に見えますよね。ただ皆さん、これが1968年の話かというと、一応この辺に書いてはいるんですが、差別した機械はこれですからね。ですから2番は×ということでよろしいかと思います。さあ、先ほどの段落最後の部分です。こちら和訳をお願いいたします。さあ皆さん、該当箇所と模範解答を書いてみました。まずちょっと文型確認させてくださいね。もちろん一等が主語で、ブレイクダウン他動詞で、リス点々で目的語で、皆さんここで文型終了しておりますので、このリービング以下は就職後の M、 つまり副詞ということでよろしいかと思います。で皆さん、前半はそれは壊しましたで、何をというと、この最終的な一つの違いでさえ壊し、そして副詞の働きをしている ING のことを分子構文と呼びましたね。で皆さん、分子構文と言われたら左側から右側へ、こういう感じで訳し下げていただけると OK ですからね。ですから壊して、そして我々が疑問を抱くことになります。で、あとは何って言われたら、我々の人権とか自由の程度度合いですよね。もしくは人権とか自由がどれほどのものなのか、いかほどのものなのか、それに疑問を抱くことになりましたみたいな感じでまとめていただけると嬉しいかと思います。で皆さん、下に模範解答書いておりますので、参考なさってくださいね。さあ皆さん、続いての段落です。こちら3番が合ってるかどうか確認していただけるとよろしいかと思います。皆さん、文頭このあたりが対応しそうな感じはするんですが、文末孤立しての研究と、その話がないですね。ですから3番×ということでよろしいかと思います。で皆さん、第5段落前半にですね、 These Pioneering Robots、 こういう表現があるんですが、次の問題こういう設問の指示でございます。つまり These Pioneering Robots、 まあ These とありますから、これですよね。ですから、この第4段落に関する内容の設問がございますので、今からお見せする選択肢を検討していただけるとよろしいかと思います。さあ、選択肢5つある中で、まず最初の2つ、 AB ご検討お願いします。まず選択肢の A ですが、このあたりですね、未成熟の生き物のように大切に育てられている、そういう話はなさそうですね。じゃあ選択肢 B どうでしょう。これは起業家の話がないですよね。続いて C どうでしょう。皆さん、これはマリシャスピープル書いてないですね。で皆さん、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、出だしの丸ですね、 MAL、 これ皆さん悪いという意味ですからね、マラリアの丸でいいかと思います。ですから悪い人々という記述はないですからね。さあ D どうでしょう。皆さん、これも On behalf of scientists、 科学者の代わりに、科学者を代表して、そういう話はないですよね。となってくると、最後残った E が正解ですね。
まず皆さん、社交な話はこのあたりですね。で、皆さん、文末、ぎこちない動きの話はこのあたりですね。言い換え可能ですので、E が正解です。さあ、続いての段落です。注釈こちらついております。さあ、こちら和訳をお願いいたします。サブさん、該当箇所と模範回答でございます。まず出だしですが、このあたりですよね。Go so far as to fish。うにゃうにゃさえした。まずはこれを知ってるかどうか試されてますよね。そしてメジャーはうにゃうにゃを計測するという他動詞ですので、後ろ目的語で問題ないかと思います。ただし、アンドマップですよね。ちょっと一瞬名詞かなと思うんですが、あーとかザーとかついていないので、名詞ではない。となってくると、まあ、遠い接続詞アンドで繋がれておりますので、メジャーが他動詞であれば、このマップも他動詞だろうという判断ができるかどうか試されてるんだと思います。ですから、測定して、そして手で地図を書くんですね。もしくは地図を作るという感じでよろしいかと思います。あとは何をですかと言われたら、その区域、もしくはエリアの完全なレイアウトと訳してもいいかと思うんですが、下線部直後にダッシュで言い換えられてるんですね。ですから、レイアウトとポジションは言い換え可能。ですから、その区域の完全な配置。それを測定して、しかも手で地図を作ることさえしました。みたいな感じでよろしいかと思います。あとは皆さん、この下の部分ですが、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ、先ほどの続きでございます。こちら4番が本文の内容で合ってるかどうか、検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、まず音波ですが、これですね、言い換えられてますね。で、本文このあたりとこのあたりですね、対応してますね。で、もちろんスタンフォード大学の中はこれですよね。ですから4番、一つ目の正解です。さあ、続いて第7段落です。で、そこと選択肢5番ですね、合ってるかどうか検討していただけるとよろしいかと思います。で、本文と選択肢、対応してるかなとは思うんですが、ロボット、工学に興味があるとは書いていないですね。さあ、先ほどの段落の全体像です。さあ、皆さん、続いての段落です。注釈こちらついております。さあ、選択肢6番です。これが合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。まず皆さん、いじめている様子はこのあたりに書いてますね。で、あとは皆さん、ロボットよりも賢いということを示している様子がこの発言から伺えますね。ですから6番正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての問題こちらでございます。選択肢5つございますので、まずは最初の2つをお願いいたします。まず皆さん A ですが、自分たちがロボットよりも劣っているということを受け入れるのはまあ難しいと。で、それを感じているのはこの私一人だけですからね。ですから Most People ではないですね。続いて B どうでしょう。もちろん、口喧嘩してるのはこの私だけですからね。ですから、most people ではないですね。さあ、続いて C はどうでしょう。もちろん、このあたりが書いていなさそうですね。で、皆さん、D をすっ飛ばして E を先にお願いいたします。もちろん、make fun of、からかうという話がないですね。ですから、D が正解ですね。皆さん、the same A as B が書いてますね。ですから、ロボットと人間。その両者に対して同じ程度の尊敬の念ですね。それを提供するのは難しいと。だからこそのこの下線部3番のような話になるんですね。ですから D が正解です。さあ、続いての段落です。注釈こちらついております。さあ、こちら選択肢7番ですね。合ってるかどうか検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、こちらは digging up、掘っているんですが、似たような表現のこの辺ですね。ここ採掘場所のビデオですからね。ですから本文と異なりますので7番×です。さあ、続いての段落でございます。こちら8番が合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。テミさん、これは子供と大人の話が一応書いてはいるんですが、子供の方が用心深いかどうかは書いていませんからね。ですから8番×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。こちらの設問よろしくお願いいたします。皆さん、設問の指示にどうすることによりと書いておりますが、このディファレンスを具体的に見つけていただけるとよろしいかと思います。もちろん違いはこれですよね。で、皆さん、この excuse me はこっちに具体化されてますね。つまり、道を開けていただけませんかと言ってるにもかかわらず、ここにつながり、この辺で茶化されてますよね。
ですがそれを excuse us に変えたら、それがこの説問の指示につながりますよね。つまりこれでございます。道を譲ってくれたんですね。ですからあくまでもこの自分一人のことしか考えていないということを聞いてくれなかったんですが、これですね、 us、 つまりロボットの後ろにいる人たち、この人たちのことを考えて発言すると道を譲ってくれたと、そういうふうに70字以内でまとめていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、模範解答こちらです。さあ、皆さん、今度は第14段落を読んだ後、選択肢9番ですね、これが合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは血のつながりのある親戚とですね、動きのない命の吹き込まれていないロボット、それとの比較はなさそうですね。さあ、最終段落でございます。選択肢10番、正解の選択肢があと一つ残っておりますので、まあ、自動的に10番正解になってくるんですが、念のため検討をお願いいたします。で、もちろん Will not abuse、 悪用しない、使い方を間違えない、それがこのあたりですよね。きちんと扱われるという話が書いておりますので問題ないですね。で、後半、ソーシャルセッティングス、社会的な環境、これがこのあたりに書いてますよね。ですから10番正解です。さあ、さあ、お疲れ様でございました。皆さん見ての通りですね、各段落に設問1、2個ついてましたよね。皆さん、時間はだいたい50分ぐらいかけられる問題ですので、特に6番と7番ですね、7番なんかは10個選択肢がありました。ですから15段落で実質13問ですからね。ですから一つの段落を読んだら1問解いて、でまた次の段落読んだら次の1問解いてみたいな感じで、焦らなければ絶対に当たりますよね。しかも50分ですから落ち着いてやってくださいね。皆さん、和訳は標準レベルですし、そして皆さんご存知かもしれませんが、英作文なんかは下線部前後の語句がヒントになってるんですよね。で、問いの5番の記述説明は excuse me と us で違いが出てましたよね。ですからこの矢立ちとスタディでも何度もお伝えしている通り、対比というのが最大のヒントをくれますよね。ですからそうして考えればですね、投稿台は心配ご無用と、そういう感じで頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで、英語でしっかり得点を稼いでくださいね。